こんばんは、松野明恵です。あなたと日本語でちょっと話したいです。2ヶ月前まで、私の日本語の流暢さの上達はかなりゆっくりでした。でも、2ヶ月前に新しい材料を、見つけました。そしてこの方法の集中は、流暢さです。そして、私の目的はいつも流暢の日本語です。でも、もし新しい言葉だけ、学びます。たくさん時間考えます。でも今、この方法のアプローチは、文と文と文を学びます。そして、毎日新しい文を学びます。そして、私の考えると私の話せるは違うです。このアプローチの社長、この会社の、この会社の社長はマイケル・カンベルです。マイケル・カンベル。そして今、彼は私のコーチです。そして今、1ヶ月半、ぐらい、1ヶ月半ぐらい、このアプローチと、日本語を勉強しています。そして今、自信があります。あなたに助けられます。あなたの自分の流暢さと流暢の英語の上達をできます。そしてもし私の自分の日本語何か違いを見えます。教えててください。興味があります。もし、今、違いを見えます。頑張ってね。と、またね。